コミュニケーションツールになってるかな。だからやっぱ俺はけん玉をやる人間だみたいなのが、やっぱ周りにも伝わってるから、なんか何をするにもやって見せたらすごいってなるし、なんかそういう意味も込めて常に持ってて、やっぱみんなと遊べるいいツール、仲良くなれるツールかなですイエス。私の名前は飯島ひろきと言います。みんなからはイージーって呼ばれてます。年は22歳、今年23になって日本に住んでます。けん玉は小学校3年生からなんで12年ちょっとぐらい、12年。自分の行ってた学童保育で、先生から教えてもらって、みんなでけん玉で遊んでました昔始めた頃に、その自分の児童館でやってたのは模試カメ踊りやりながら、マイムマイムがリズムダンス、なんていうんですかね、ああいうのをやって発表するっていうのがきっかけであって、まあだからそれの延長で大学でダンス始めて、こう一緒にけん玉をやったら面白いんじゃないのって思ってやってみたら、最初はだからダンスのサークル内で初めて披露したのがきっかけで、で受けて使えるなみたいな感じで始まります。ありがとう。やっぱ日本のけん玉のイメージはやっぱ地味っていうか、あんま動かないできっちりチャッっていう感じのイメージがあるけど、やっぱ海外とかはエクスポーツみたいにすごいエキサイティング、興奮する道具っていうか、それを使って遊ぶのもすごいいいし、かっこいいし、だからみんなやりたがるんだろうなっていうのはあるので、やっぱ日本もそういう風に変えていきたいと思って、そういうのを広めていきたいぐらい。まあ、日本の文化も全然いいと思ってて、あれはあれでかっこいいし、難しい技を決めたりとかは、まあ、すごいことだと思うし、尊敬もしているし、海外のも尊敬しているし、日本の今まであった文化も尊敬してるから、両方ともこう上がっていけばいいなと思ってます。的にけん玉で、まあ、日本なんか世界のことはあんま考えられてないんですけど、まあ、日本とかではなんかけん玉がカバンに入ってるっていうと笑いが起きるような文化になっちゃってるから、
それをやっぱ変えて、けん玉かっこいいんだよみたいな、スケボーとかヨーヨーとかと一緒で、なんかもうファッションでここにつけてても変じゃないみたいな感じにしていきたいなみたいな、変えていきたい。やりましょう。海外プレイヤーにはでもなんか日本で生まれてそういうおもちゃを楽しく遊んでとか、より大きく捉えて遊んでくれてるのはすごい嬉しいことだし、まあ、日本も負けてられないからやっぱ頑張っていきたい。なんだろう、海外も頑張ってほしいし、日本ももっと頑張るし、自分ももっと頑張って、かっこいい世界にしていきたいから、みんなで頑張ろう。Yeah.